日本東京都足立区西綾瀬西綾瀬は東京都足立区の地名。西綾瀬1丁目から4丁目まで設置され、全域が住居表示地域である。郵便番号は120-0014。東京都足立区の南東、綾瀬地区に位置する。足立区中部を南北に貫流する綾瀬川と首都高速6号三里線の高架橋を東に。 東京高知所の高い塀を南に、東部伊勢崎線の土手の西にと、三方を高い構造物で囲まれた地域である。地域の南部を、東京メトロ千代田線、東日本旅客鉄道常磐線、地域の南部から東部にかけて、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが通る。四丁目に、足立,立高度小学校、東京都立高北高等学校が設置されている。東は綾瀬、 西は足立、ち、南は、葛飾区小げ、北は、高道と接する。住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、西綾瀬3の15の9の地点で29万3千円、平方メートルとなっている。当地区は、住居表示の実施によって誕生した比較的歴史の、新しい町名である。西綾瀬近辺には、古丹の駅や古平橋、伊藤谷橋などといった、 旧町名を冠した施設、建造物も残されている。綾瀬川の西に存在する地域であることからこの名が付けられた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。 ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。地内を、JR 常磐線、地下鉄千代田線、地下を、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが通っているが、駅は設置されていない。また、地内を走る地下鉄千代田線は、広角間である。東武伊勢崎線が東外西を通り、 五反の駅、小菅駅が利用できる。メトロセブン、地下鉄首都池袋線西綾瀬駅が五反の浸水緑道起点周辺三橋付近に開業する計画もあるが、メトロセブン自体に実現の目途が立っていない。ありがとうございます。